どうも磯崎陽介でございます。今日は皆さんの取材を受けました。まず最初にどうして私が政治家を志したということでございますけれど、まあやっぱり日本の政治を変えたい、日本の今の閉塞した状況を変えたいと、それを思うのが一番でございました。したがって6年前の選挙の時は私はまだ議員にもなってない段階で、候補者の段階でありましたけれど、自民党を変えたいということを申し上げたわけであります。議員にもなってないのが自民党を変えたいとは何事かというお叱りも受けましたけど、やっぱり今の日本を変える、この与党の自民党を変えたいと思って私は国会議員になったわけであります。まあ、その後はご承知の通り、皆さんのお力で前回は当選させていただきましたけれど、自民党は私のこの6年間の任期の間に、まず与党から始まりましたけど、極めて厳しい政治状況の下で、野党に転落しました。その後また与党に昨年皆さんの力でまた戻していただいたと、そういう経緯を通ったわけであります。まあ、最初の2年間はとにかく党を変えようということで、いろんな党改革に挑んだわけでございますが、まあ、何しろ当選したばかりでございましたのでうまくいきませんでした。そのうちに福田政権、麻生政権と変わり、その中で、自民党も政権を失いました。私はもう10年間は政権は返ってこないと思っておりましたけれど、私には民主党と戦うということが与えられまして、予算委員会の委員と理事をそのうちほとんどの3年間を務めさせていただきました。まあ、これはもう皆さんがよくご承知の通りだと思います。一生懸命自民党の政策を訴え、民主党の総理大臣と対決をしてまいりました。しかし、政権を倒すにはやっぱり3年4ヶ月という長い時間がかかってしまいました。しかし、その中で、昨年の総選挙でまた与党に、戻ることができました。今は安倍内閣の下で内閣総理大臣補佐官を務めております。基本的な仕事は国家安全保障という重要な仕事をやらせていただきます。それから一票の格差であるとか、あるいは定数是正であるとかの選挙制度も担当いたしております。さらに、党の中では憲法改正、推進本部の基礎委員会事務局長として憲法草案を書かせていただきました。やはり今一番大事なのは日本の政治を変えるということであります。若い人が本当に分かりやすい、そういう政治をやっていかなきゃなりません。国民本位の政治をやっていかなければなりません。私はそのために一生懸命頑張ってまいる考えであります。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。